じゃあおやすみなさい。はい、おやすみ。おやすみなさい、うん、いい夢見てね。いい夢見ろよ。うん。グッドナイト。グッドナイト、everyone。いい夢見てこいよ。はい。ヤンキーみたいな。ちょっとヤン入ってるよ。あ、いらっしゃい。いらっしゃいんですけど。はい、いらっしゃい。あ、こんにちは。あのね、ループっていう方、まだいらっしゃいません。ちょっとずっと見てるんですけど、なんか全然現れんくてさ、スケートずっと見てるんですけど。ループ？ループさんってずっとおりませんの？ループはね、終了お願いします。いるよ。はいはいはい。あれですね、車の件でね、お話してて、はい、ならあの また来ます言ってから全然コンタクト取れてなくて、ちょっとリュープさんに聞いてみます、ね、ちょっと一瞬外しますね。おいおい、いってらっしゃい。あの、ね、私連絡先も交換してないからちょっと連絡のしようがないと思うんですけども、その時もあのセックスでも、ね、言ってもらえたらと思って、会った時言ってもらえます？あ、わかりました。惜しかった、メアリーちゃん。ちょっと惜しかったな。惜しかった。え、ちょっとあの、ループさんっていう方にあのね、用があったんですけど、何回見てもね、スケートにずっとおらんのですわ。おらんのか。そう。それはな。用があったのにね、私連絡先交換してないから、で、あの、前来た時に、あれなんですよ、なんかこのスケートを見たらね、おる時来たらいいよって言われたんですけど、会えへんのですわ、もう。ほな、おらんか。そう、なんかあの電気自動車ね、あれやったらちょっと交換してもらえるって話やったから、ちょっとうち知り合いやからなんか連絡したのか。またしとってもらえます。で、あの連絡先知らんから、もしあれやったらチックスで言うてもらえたらなと思うんで。14万だね。すいません、ほんま毎度毎度、ほんま、いいよいいよ、あの話ばっかりでも。いいよいいよ、自動車な。すいません、ほんま、ほっぺ可愛いね。うん、ちゅうちゃん、プスカ、はい、あのメアリーがあの電気自動車交換してほしいらしいわ。交換しますか。交換しましょうよ。あれあれあれだね、メアリーさん。え、リュープさん。ああ、中身のものです。あ、そうですの。あ、すいません、すいません。あ、そうですの。あ、そうですの。あ、そうです。え、覚えてます、私この格好じゃなかったんです。あの、鹿の格好してたね。鹿ひとみやったチョコレートメアリーです。はいはいはい、この間のね。そうです、そうです。あの、この間ちょっといろいろ大変やった。この間の、もうその勢いのある関西弁、聞き覚えありますよ。よかったよかったよかった。じゃあ交換しましょう。言ってはったからね。ええ。いや、でもなんか、雨あり。やっぱないよな。まるまるごそっと消えちゃったな。こんにちは、車。修理してください。いらっしゃいませ。プリズンで自分の意思で入るのマジ楽しい。え、そんなことできるんですか？プリズンマジ楽しい。おー、強がりか。強がりじゃねえよ、自分の意思で入ったんだから。いきなりツボラにロケランで吹っ飛ばされたんだよ、だって。もうびっくりだよ。そんなことすんの、警察は。いや、そうすんだよ。だから裁判で訴えられるんだよ、あいつ。ツボラさんとやり合ったの？そうですよ、裁判。そうなんですね。そう、ツボラがテロ罪とかいろいろつけていきやがって。じゃあ、儲かりましたか？はい、めちゃめちゃ。裁判は勝され3億ですね。そして今プラス3億取ってきてやりましたよ。それは何的に3億が？ツボーラのもやつがですね。はい。あの、ブラックマネーって知ってますか、お二人？ああ。知ってはいますね。ね、物は知ってますよ。うん。はい。その賠償金をまさかのあいつブラックマネーで渡してくるんですよ。ああ。うん。警察。それは報酬したブラックマネーを使って支払いをしてきたと。おそらく。とんでもないな。とんでもねえな。それをじゃあ縦に。それで話が違うと言って、先にお金を振り込んで、目の前で、で振り込み終わったらこっちがブラックマネーを返すと。ああ。で振り込み終わった後、ブラックマネーを返さずにロケットランチャーでバウアーとツボーラを吹っ飛ばそうとしました。ああ。ところが唯一ここで計算ミスがありました。はい。ツボーラはロケランに撃たれ慣れてるんです。つまりあいつは撃たれるというのをとっさに判断し、察知して、ああ、避け避けたんです。慣れた。すごいやん。そして避けたと同時にこちらにロケットランチャーを一発打ち込み、そこだけ聞くと凄腕のデカなんですよ、ね。いや、そうですね。え、すごい。
そしてやられプリズンに送られました。なるほどね。すっごいドラマを。ですがブラックマネーはもちろん持っていってなかったので勝ち逃げですこちらは。あーへえ。回収されたずに。はい。キミドさんやってますね。いやー本当の世界戦は高笑いして逃げる予定だったんですけど見事プリズンにぶち込まれました。すごっ。おはようございます。あおはよう。豚がどういうことですか。また完成度高い。今日いつもにまして声が響く。なんか食べました。あいや食べないです。いい男オーラが出てる。あそうかね。あやめてほしい。ツヤがある声に。あやめてほしい。夜だから。夜だから、ね、夜だから。あ夜がそうさせてしまうのかもしれない。そう吐く息多めなよね。吐く息多め。そう息漏れてる。ここに俺のスタッシュを作るか。作れるの豚さん。いや作られへんよ。何の権限もないよねえ。家賃払って住まわせてる。昨日ちょっと話したんですけどこいつも店員にした方が早いんじゃないかって。確かに。やるメガニック。そこのガレージなくなって本当不便ですね。まあ不便ですね現状。ないんですね。そうあそこがいかに楽だったかと今日思い知ってる。復活しないんですか。いや西野が買えば復活するはず。ねなんでこけんの。作れんの。でもなんか3000万とかじゃなかったですっけ。3000万で共有ガレージなんでしょう。そうそうそう。みんなで出せばよくないですか。うん。全然、みんなで使うし。おぉ聞いてない時のやつ。おぉ無意識に出てた。便利だ。聞いてなかったってことですか。ほんと、みんなで割れば大した金額じゃなくなると思う。言い過ぎたせいで、サウザーを調べてるらしいんでね。ちょっともう、サウザー例えがね、ちょっと危険になってきてるんでね。やばい、知識をつけてきた。そうそう。これが私なのみたいな、なり始めてる。ちょっと気をつけないと。やばいですよ。うん。あれつばめちゃん、前に進めなくなってる。そう、今ね、肛門から黒い線を出して遊んでる。そういうことね。うん。私に見えなかっただけで、なるほどなるほど。肛門から、肛門から。なんか後ろ向いてさ、うんうん、ここにある棒を引っ張って後ろ向いてやると肛門から出るじゃん。どんなプレイしてるんだって思われちゃうよ。でもこの線はなんか人に見えるやつじゃないからさ、一人でこっそりムフって遊ぶのには最適だなと思って。なるほどね、確かに確かに。あ、そうね、自分。あー見えてないや。そうね、今自分だけだな。確かに確かにね、位置的に、うん、そう、位置的になんかドンピシャなところにあるような、まあ、ないようなみたいな感じ。そうね、そうね。